マンチェスターシティウィメンは12日、同クラブに所属するなでしこジャパン、日本女子代表、DF 清水リサについて、手術が成功したことを報告した。清水については、パリオリンピック2024、パリ五輪を戦うなでしこジャパンに招集され、7月25日に行われたグループ C 第一節のスペイン女子代表戦、黒丸ゼロの2、2000発出場。しかし、 同試合の66分、自陣右サイドで FW マリオナカルデンティーと対峙した後、右膝のあたりを押さえて倒れ込む。最後まで起き上がることができず、短歌によってピッチから運び出された。その後、JFA、なでしこジャパン、およびマンチェスターシティによって、清水がパリゴ輪ンを戦うチームから離れることが発表。クラブで治療に専念すると明かされていた。 そして12日、マンチェスターシティウィメンはクラブ公式 X、アットマークマンシティウィメンを通して、膝の前十字人体を断裂していた清水が手術に踏み切り、無事に成功したことを報告。なお、手術の実施日、全地までに要する期間等は明かされていない。今後は同クラブの施設である CFA でリハビリに励むこととなる。クラブは、 マンチェスターシティのスタッフ一同彼女の回復を心より祈っていますとコメントを出した。現在28歳の清水は日テレ、東京ベルディベレーザを経て、2022年夏にウィメンズスーパーリーグ、イングランド女子一部リーグのウェストハムウィメンへ完全移籍加入。2シーズンにわたって主力を張り、公式戦通算54試合に出場したものの、 今年6月30日の契約満了をもって対談していた。その後、今年7月12日にはマンチェスターシティウィメンへの加入が決定。契約期間は2027年6月30日までの3年間で、背番号は2に決定していた。また、なでしこジャパンとしては2018年2月にデビューを飾っており、その後は FIFA フフ女子ワールドカップとオリンピックの舞台を2度経験。 これまで公式戦通算80試合出場4ゴールを記録している。今回の負傷により、新天地のマンチェスターシティでは出遅れることが決定。万全な状態で戻ってきた後、イングランドの地で躍動する清水の姿を見られるのが町同士。